パズルを埋めるようなビジネスを創造するということでお話をします。まあ、今ベトナムに限らず新興国の経済発展が著しい中でですね、まあ、いろんなビジネスチャンスは実際あります。で、まあ、日本の企業も大企業も中小企業もスタートアップ企業家もみんなこぞって、まあ、そのチャンスを見つけに行こうとするんですが、まあ、ここに日本の昔っていうことを頭に抱きながら成功パターンというかそのプロセスを持っていこうとする傾向が強いんですね。で、それは決して間違いじゃないと思います。それは一つは日本というのは公害とか農薬の問題とか環境破壊とかいろんなことを改善してきたという意味ではこれは悪いところから良くするという改善のプロセスというのがありますね。これは新興国が今も変わらず同じ人間とはやっぱり同じようなことをするのでそこに、役に立つことはたくさんありますし、そこがビジネスチャンスになると思うんですね。ところが、まあ、例えばスマートフォンに代表されますけど、まあ、例えばベトナムでもですね、私も20年前から言ってますが、日本よりスマホが普及するのはやっぱり早かったですし、アフリカ、ルワンダでも、もう 4G は当たり前で、まあ、おそらく日本と特に大差なくの、社員のない時期に 5G も入ると思うんですね。で、こういう国で何が起こるかということなんですが、まあ、この左に書いてますように、日本の経営者ってやっぱり小売から商店街があって、モールがあって、EC でスマートフォンという経験をしてるんですね。日本の国内でやってる経営者っていうのは。ですけど、例えばベトナムのようなところであれば、まあ、小売店はあるんですけど、それが十分に発展もしない間にスマホが入ってきて EC が当たり前になっちゃったと。まあ、こんなことが起こってるわけですね。これ医療の業界においても、農業の業界においてもたくさんありますね、そういう事例が。まあ、それは見方を変えれば、そういう時は参入障壁もないし、取得経費もないので、まあ、スタートするのはやりやすいんですが、まあ、そこでどう考えるかですね。で、実は日本の、まあ、まだまだ改良の余地があるとはいえ、まあ、成熟社会で便利すぎる社会でできすぎているものがいっぱいあると思うんですね。サービスの仕組みとかビジネスのモデルが。で、そこから逆算して考えると昔に戻るようなことを提案してみたらどうかというようなことが、ここの絵に書いております。右側に書いているように今から商店街を作りましょうという提案があってもいいんじゃないかなと。まあ、日本の場合はもう商店街が廃れてきて、大きなショッピングモールになってということで、まあ、地域のコミュニティとか文化の維持が危うく生まれてますが、まあ、例えばベトナムのホーチミンなんかは、どん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 商業施設ができてますが、この逆に商店街を作るっていうね、まあ、そんなことがあってもいいんじゃないかなというふうに思ってます。